バスケットボール女子のパリ五輪世界最終予選は8日、ハンガリーのショプロンなどで開幕し、東京五輪銀メダルで世界ランキング9位の日本は同4位の強豪スペインを86対75で破る金星を挙げた。スペイン誌、マルカ、の電子版は、スペインは腹切り、もう失敗は許されない、と衝撃の敗戦を報じた。 日本は第一クォーターから激しい守備で主導権を握り、26から18とリードした。センター登録が高田巻だけという得意なメンバー構成。同志は、日本は普通ではない。彼らは異なるスタイルを提案した。ポゼッションを短くし、予想外の時にシュートを打つ、と驚きの攻守について記した。オンズカトール監督が掲げるプレー 走り勝つシューター軍団が欧州の強国に強烈な印象を残した。8本中6本の3点シュートを成功させた首相の林先についても言及した。林は成功率75%をマークし、チームトップタイの20得点を記録した。首相を中心に強豪スペインに一歩も引かない戦いを見せた日本が、 死のグループ初戦を見事勝利で飾った。また、敗戦は誰も予想できなかったと驚きを隠せなかった。日本は9日、日本時間10日未明に行われる同19位のハンガリー戦に勝てば3大会連続の出場権を獲得する。